皆様こんにちは、なんだったんだ 80s 沖合山でございます。今回もよろしくお願いいたします。さて今回は 80s 聖地巡礼シリーズでございます。前回はビートルズから続くね、音楽の聖地リバプールを取り上げ、そこで生まれたアーティストとかね、作品をご紹介したわけですが、今回取り上げるのはイギリスのみんな大好きマンチェスターです。マンチェスターはイギリス北部にある都市でして、人口55万人、かつてはね工業都市として栄えていたそうで、そのロンドン、リバプール、バーミンガムに次ぐですね、イギリスの大都市だったんですね。しかし戦後工業の衰退や、長期の不況の影響もあって、いわゆるその労働者階級が多い地方ですね、地方都市には暗雲が垂れ込めるんですよね。そういう中、マンチェスターのその若者を熱くしていたのはサッカーと音楽だったのかもしれません。こと音楽に関してはマンチェスターよりもそのロンドンとかリバプールの方が賑やかだったと思いますが、ロンドンパンクに端を発したそのインディーレーベル旋風というのはマンチェスターという街のねイメージを大きく変えていきます。そして70年代後半にはその重たい雰囲気のね、工業都市だったものが90年代のマンチェスタームーブメントでその一気にファンキーな街へと変わっていったんですね。つまりは70年代後半から80年代というのはマンチェスターがその音楽の震源地になったというね、そういう時代だったのかもしれません。さてそんなマンチェスターから登場した数多くのアーティストの作品の中から、80年代にリリースされた作品を通してその皆様にご紹介したいと思います。前回のそのリバプールとかねグラスゴー同様、全てのアーティスト作品をピックアップできるわけではないので、その点はご了承ください。それでは行ってみましょう。最初はジョイディビジョンからいきましょうか。ジョイディビジョンの1980年にリリースされたアルバムクローサーですね。ジョイディビジョンはロンドンパンクに触発を受けたバーナード・サムナーとそれから友人のピーター・フックが結成したバンドでして、直後にイアン・カーティスが加わり、そしてワルシャワという名前でねバンドをスタートさせます。後にステファン・モリスが参加し、バンド名もジョイ・ディビジョンと変え、そしてマンチェスターの新興インディーレーベルファクトリーと契約をします。1978年にデビュー EP をリリースしたバンドはファクトリーとねレコーディング契約を結び、そしてマーティン・ハネットのプロデュースのもとファーストアルバム「アンノン・プレジャーズ」をリリースします。このアンノンプレジャーズは、インディーレベルの作品ながら1万枚を販売する、快挙を成し遂げ、以降のそのインディーレベルの勃興の起爆剤となっていきます。このインディーレーベルであるファクトリーの成功はそのイギリスの中心地ロンドンでなくてもそのムーブメントは起こせるということを印象付けましたし、その当時のパンク精神とリンクしてその地方都市での活動に注目させることになったんですよね。つまりマンチェスタームーブメントの震源地はファクトリーレコードだったと言えるかもしれません。しかし1980年5月アメリカツアーを目前に控えたバンドはですね、なんとイアン・カーティスが自ら命を絶ってしまうんですね。続くツアーに対するこう疲労とか、あと離婚問題とかでそのプライベートな問題もね多くて、さらにその持病の転換がですね、ひどくなったりということで、そのイアンの心と体を蝕んだんでしょうね。そんな鎮痛な状況の中でセカンドアルバムクローサーがリリースされます。プロデューサーもファーストと同じマーティン・ハネットですから、その基本的に大きく変わった印象はないんですけれども、そのサウンド的にはより密度の濃い作品となっています。アイソレーションやそのディケードといったそのキーボードがね効果的にあしらわれた楽曲はその陰りも見せながらも非常に美しくて流麗です。その流麗さとイアンの歌うそのメンタリティの生々しさが名曲 Love You Tear Us Apart ですね、で最高の奇跡を見せてくれるんですね。クローサーはイアンのその内省的な部分が反映された内容であることはわかるんですが、やっぱもうそれもやはりこうマンチェスターというねその閉塞的な雰囲気がもたらしたものでしょう。それはジョイディビジョンに限らず、他のバンドもそうだと思いますけれども、このクローサーというその悲しくも美しいアウトプットはイアンのそしてマンチェスターのその影みたいなものが染みついた最も強烈な作品なのかもしれません。ジョイディビジョンといえばニューオーダーですね。
先日もアーティストピックアップでね、ニューオーダーについては語っていますけれども、ジョイディビジョンの亡霊を断ち切った、ね、重要な楽曲ということで、今回はブルーマンデーを取り上げてみました。1980年、イアン・カーティスの死後、残されたメンバーはそのジョイディビジョンを続けるかどうかの検討をしていたんですが、バンド活動をね、継続することを決めます。しかしメンバー内の取り決めで、そのメンバーの一人でも欠けたらジョイディビジョンを名乗らないというようなことになっていましたので、マネージャーのロブ・グレットンの提案でニューオーダーというね、バンド名に変えることになりました。ニューオーダーとなって最初のシングル「セレモニー」は、ジョイディビジョン時代の楽曲であり、そしてファーストアルバムとなった「ムーブメント」もそのジョイディビジョンの影を色濃く残す作品となりました。そのジョイディビジョン時代の影を払拭したのが、4枚目のシングル「ブルーマンデー」なんですね。1983年3月にリリースされたこのシングルは、その「Everything's Gone Green」からですね、顕著になったそのデジタルなビートが発展したもので、それまでそのジョイディビジョンを引きずっていたようなそのニューオーダーの作品から、ダンスオリエンテッドな方向へシフトすることに成功した、記念碑的なナンバーなんですよね。僕個人的にもこの曲がニューオーダーとの出会いになりました。シンプルで独特なビートからスタートし、そしてシーケンスされたそのサウンドがね、フェードインしてくるっていうそのクールなオープニング、あれ実はですね、そのジリアン・ギルバートが、シーケンスの入力し忘れということがあって、そのような処理が後からされたようですね。フッキーのベース以外はプログラミングとキーボードで組み立てられていて、そのこのクールながらもね、もうぎこちないようなその微妙なアナログ感みたいなのが、ある意味ニューオーダーらしいんですけどね。ご存知の方も多いと思いますが、このブルーマンデーはイアン・カーティスが自ら命を絶ち、メンバーがそのことを知らされたのが、翌日の月曜日だったということで、そのことが歌われています。あえてそのことをそのジョイディビジョンのジョの字も感じさせないようなそのデジタルビートで表現したことは、そのジョイディビジョンとの決別の意味もあったと思いますね。と同時にニューオーダーとしての新しいスタートを切ることができたんだと宣言した楽曲でもありますね。ちなみにブルーマンデーの12インチシングルのジャケットは、そのフロッピーディスクを模してジャケットに穴が開いているという、さらに文字情報がなくて、そのジャケットの端っこにあるカラーコードですね、これを解読することで、タイトルとかが文字が読めるというような、非常に先進的でクールな、デザインになっています。僕が持ってる国内版はね、穴が開いてなくて、その穴が開いてる部分がちょっとグレー色で印刷されていますけどね。なおこのブルーマンデーと合わせて、そのニューオーダーがニューオーダーとなり得たアルバムが、セカンドアルバムとなる、パワーコラプション&ライズですね。ニューオーダーに関してはアーティストピックアップのですね、再生リストで取り上げていますので、ぜひそちらもご覧になってください。はい、お次はサーテンレーシオですね。ご紹介するのは1981年のスタジオ録音としてはファーストアルバムとなる To Each です。アーサーテンレーシオはマンチェスターブリックストンで1977年に結成されたバンドですね。結成当初はサイモン・トッピングとピーター・ティレルのデュオで活動をしていたんですけれども、後にバンド形態になり、そして1979年にファクトリーレーベルと契約をし、レーベルとしては初めてのシングルレコードをリリースすることになるんですね。ちなみにファクトリーの社長トニー・ウィルソンはこのアーサーテンレーシオのマネージャーでもあったんですね。ジョン・ピールセッションに出演したり、トーキングヘッズのライブサポートを務めたりしながら、カセットテープオンリーのアルバム「ザ・グレーブヤード&ボールルーム」をリリースします。この作品はマーティン・ハネットがプロデュースをし、 A 面がスタジオ録音、そして B 面はライブ音源が収録されています。ダンサブルなこのアルバムは、そのファンキーになったジョイディビジョンみたいなね、趣があって、そのいかにもポストパンク的なその刺激的なサウンドというものを聞くことができます。ギャング・オブ・フォーにも通じるその声優でギターカッティングが鋭いサウンドは、そのポストパンクとそのダンスビートの融合をですね、示唆する画期的な作品だったんですね。
その2年後の1981年にファクトリーレーベルから、まあ、セカンドアルバムというか、まあ、スタジオ録音のね、全ての曲がスタジオ録音されたアルバムということで言えば、まあ、実質的なファーストアルバムである To Each がリリースされます。前作までのそのロックミーツファンク的なね、まあ、アプローチをそのまま進化させたサウンドで、感触としてはその音の技がね、まあ、増えたようなそのまあ豊かさみたいなものを感じます。プロデューサーは前作と同じでそのマーティン・ハネットなんですけれども、そのキャバレー・ボルテールを思わせるような清急なダンスビートに、まあ、ホーンのようなね、シンセサイザーが重なるこの重厚な展開っていうのは、その前作よりもその音の幅と厚みみたいなものがね、増した感じがして、聞きどころは非常に増えましたよね。ただファーストテープで聞けるそのなんか初期衝動的なスリルというか、まあ、そのあたりはね少しちょっと薄まっていて、さらにはこうレベルメイトであったそのジョイディビジョンの作品をまあ通過したような雰囲気というのは、まあ、2番煎じとは言わないけれども、ジョイディビジョンのまあちょっと後追いのようなね印象をどうしても持っちゃうんですよね。多分直接的なライバルといえばギャング・オブ・フォーなんじゃないかなと思うんですが、そのマーティン・ハネット特有のね、そのなんて言いますか、この空間性を感じさせるこの残響というかね、音の残響を生かしたサウンドの処理っていうのが、やっぱこのギャング・オブ・フォーと全く違う方向性という感じもします。でギャング・オブ・フォーの方が、まあ、どちらかというとそのソリッドな感じがしてね、まあ、スリルという意味においては、まあ、ギャング・オブ・フォーの方が、いいのかなという感じもしますね。とはいえポストパンク、ニューウェーブを通過したそのダンサブルなファンクビートや以後のそのインダストリアルサウンドに通じる重厚なサウンドプロダクションというのはね、まあ、改めて聞き直すと結構刺激的ではあります。歴史にもしもというのはね、まあ野暮なんですけれども、イアン・カーティスがもし生きていて、サウンド的にそのニューオーダー的にね、シフトしたとするならば、ひょっとしたらこのアルバムのような音が聞けたんじゃないかなと、まあ勝手に妄想しています。ドルッティコラムです。このアルバムは今となってはね、レアなライブアルバムですけれども、ライブアットザ・ベニュー・ロンドンですね。ドゥルッティ・コラムは1978年にマンチェスターで結成されました。実質的にはギタリストであるビニ・ライリーの、まあ、ソロプロジェクトなんですけれども、ファクトリーレコードが契約した最初のアーティストでもあるんですね。そもそもこのバンドはそのファクトリーのトニー・ウィルソンがマンチェスターのメンバーを集めて作ったバンドでして、そこにエド・バンガー&ザ・ノーズ・ブリーズのギタリストだった、ビニー・ライリーが加わることになったんですね。ちなみにこのビニーが在籍していたバンドは、ビニーが抜けた後にね、ザ・ノーズ・ブリーズっていう名前に変わり、そして後任のギタリストとしてビリー・ダフィーが参加、そして同時にボーカリストとしてモリシーが参加していますね。さてビニーが加わったドゥルッティ・コラムですけれども、ファクトリーレコードと契約をし、まあ、ファクトリー最初の、ね、レコード、ファクトリーサンプルにですね、2曲を提供します。しかしビニー以外のメンバーがみんな脱退してしまったため、そのドゥルッティ・コラムは結局ビニー一人のバンドになってしまったんですね。1980年にアルバム The Return of ドゥルッティ・コラムをリリースしますが、このビニーのその歪んだギターインストルメンタルアルバムはですね、まあある意味でこうファクトリーらしい内省的でオリジナリティの高い、まあ、傑作なんですよね。1981年にセカンドアルバムとなる LC をリリースします。前作よりも楽曲としての輪郭が明確となり、そしてビニのギターワークもね、その役割自体もこうもっと明確になってきたんですよね。このアルバムではビニのボーカルをね、まあ、数曲で聞くことができるんですが、そのうちの1曲である The Missing Boy はレーベルメイトであったジョイディビジョンのイアン・カーティスにね、捧げた歌なんですね。そして今回ご紹介しているライブアルバムは1983年に、ロンドンでレコーディングされたライブでして、いわゆるそのドゥルッティ・コラムのその本質に触れることができる作品なんですね。ライブそのものはそのビニーのギターとボーカル、それから、パートナーのねブルース・ミッチェルのパーカッションの演奏だけなんですけどね。収録された楽曲はファーストとセカンドアルバムの、まあ、時期からね、数曲が選ばれていて、そのスタジオレコーディングで聴けるオリジナルとは異なるそのライブならではのね、まあ、肉体性みたいなものを感じます。
オリジナルよりもピッチアップしたスケッチオブサマーとかコンダクトといったね、まあ、ライブ感ならではのそのシンプルかつ力強さみたいなものをね感じますし、そしてネバーノーンはオリジナルで聴けるものね、このモヤの中にいるようなね、まあ、不思議なサウンドスケープからそのシンプルにプレイされているにもかかわらず、そのスタジオバージョンがね、まあ、すんなりイメージできるし、で何よりねそのビニのそのつぶやくようなボーカルとねギターがやっぱよりリアルに響いてきますよね。もともと派手なプロデュースをするわけではなく、そのビニのギターをメインウェポンにしながらその繊細なサウンドスケープを作ってきたドゥルティコラムなんですけれども、このライブバージョンをね改めて聞くと、その楽曲そのものにねなんか脈動みたいなものを感じますし、そしてね時折感じるそのビニのね、まあ、力強さみたいなものにねちょっとハッとしたりとかね、まあ、このライブアルバムはオリジナル作品に並んでやっぱこう並べてねぜひ聴きたい名作だと思います。ちなみにこのレコードはオリジナル版で限定4000枚リリースのまあレアレコードの一つですね。はい、続いてはザ・フォールです。1985年のアルバムザ・ネーション・セービング・グレイスですね。フォールは1976年にマンチェスターで結成された、まあ、ポストパンクバンドの代表の一つですよね。カリスマボーカリストであるマーク・E・スミスを中心に数多くの作品を残し、そして2018年マークが、まあ、亡くなるまで活動を続けていました。基本的にパンクニューウェーブの匂いがもうプンプンするガレージロックサウンドでして、そのメンバーチェンジも激しかったので、アルバムごとにこうサウンドの変化っていうのも結構あるんですよね。ただマーク・E・スミスの辛辣な歌詞と、それからルーディでね、まあ、吐き出すようなボーカルスタイルっていうのがバンドのトレードマークになっています。ザ・フォールは1978年のデビューシングルリリースからほぼ毎年のようにアルバムをリリースしていますけれども、まあ、彼らが商業的にもそして内容的にも充実してきたのがベガースバンケットに移籍した1984年のアルバムですね。ザ・ワンダフル&フライトニングワールドオブからだと思います。そして続く作品ザ・ネーションズ・セービング・グレイスは、まあ、その次のねベンドシスターと並んでザ・フォールの、まあ、一つの頂点を示した作品だと思います。そしてこのアルバムにおけるそのギタリストのブリックス・スミスの貢献がですね非常に大きくて、メインストリーム受けするだけのそのポップさっていうのを持ち合わせてるんですね。一方で初期のそのパンキッシュな初期衝動的サウンドもしっかり生きていて、そのあたりはこうプロデューサーであるジョン・レッキーのまあ手腕なのかなとも思いますけれども、その多少メロディーが分かりやすくなったからといってまあ一筋縄ではいかないというのがまあザ・フォールというねバンドの魅力ではあるんですが、まあこの作品ちょっとポップになったねと言いながらも相変わらずフォール流の皮肉にあふれている傑作なんですよね。はい、じゃあお次はスミスに行きましょう。ジョイディビジョン以上にそのマンチェスターと紐づいた印象のあるバンドといえば、まあ、ザ・スミスでしょうね。しかしなぜここまでザ・スミスイコールマンチェスターなのかといえば、まあ、モリッシーが作るその歌詞の背景にマンチェスターでのその閉塞した思いを連ねているということがあると思います。ザ・スミスのオリジナルレコーディング曲っていうのは、まあ、70曲あるんですけれども、実はその歌詞の中にマンチェスターという地名がね登場するのはね2曲だけなんですね。今回はザ・スミスの作品の中からこの2曲が収録されているレコードについてお話ししたいと思います。まずサファーリトルチルドレンですね。この曲はファーストアルバムザ・スミスにも収録されていて、まあ、モリッシーのね書いた詩の中でも結構早い時期に書かれたものでして、デビュー前の初期セッションでもこの曲がね演奏されています。この曲は1960年代にマンチェスターで起きた猟奇的な幼児誘拐殺人事件ムーアズマーダーについてね、まあ、歌われた曲でして、マンチェスターではね、まあ、タブーでもある事件だったんですよね。モリッシーはこの事件の被害者である子どもたちと年齢が近くて、その事件の記録を読んだ時のことがですね、まあ、歌詞の着想になっています。歌詞の中には5名の被害者のうち3名の実名がね、登場するんですよね。そしてさらにその犯人の一人であるマイラ・ヒンドリーの名前も出てきます。
すでにファーストアルバムには収録されていたんですけれども、そのシングル Heaven Knows I'm Miserable Now で、まあ、改めてシングルカップリングされたということで、そのムーアズマーダーの遺族から、まあ、非難の声が上がるんですね。またこのシングルジャケットに映るそのビビ・ニコルソンの姿がその犯人であるマイラ・ヒンドリーにちょっと似ているというような点と合わせて、ザ・スミスがこのムーアズ・マーダーをその商売に利用しているというふうにメディアが報道したんですね。それに対してラフトレードとかバンドは声明を出して、そのようなね、まあ、事実はないし、そしてバンドのその遺族に対する深い敬意とその被害者を思う高潔な意味があるんだということを発表するんですね。モリシー自身も被害者の遺族の一人とね、まあ、あの話し合い、そしてバンドの高潔な意義をね、まあ、理解していただいたというふうにも言われています。この曲はザ・スミス、とりわけモリシーがそのマンチェスターに感じる複雑な心情が現れた曲であり、そしてザ・スミスとマンチェスターの関係性をね、まあ、より強めた楽曲であると言えます。この歌の後半でモリシーはこう歌うんですね。オーマンチェスター、あなたはとても罪深いと。歌詞の中でマンチェスターが登場するもう一曲はセカンドアルバム Meet is Murder 収録のヘッドマスターリチャールですね。この曲は力強いリズム帯にジョニー・マーの素晴らしいギターリフがぐいぐい引っ張る、まあ、攻めのナンバーなんですけれども、歌われているのは学校やイギリスの教育システムに関する批判が込められています。もうタイトル自体が直訳すれば校長先生の儀式ですからね。歌詞の中でもひどい奴らがマンチェスターの学校をね取り仕切っているというふうに歌われています。歌詞に出てくるそのあざはね、夕食の皿よりも大きいというのは、その指導という名の暴力を示しているし、軍隊のようなその学校のシステムをまあ非難しつつ、その中から生まれるその生徒間のヒエラルキーとか、あるいはまあつまりこのなんていうかな、生徒同士のいじめの助長みたいなね、まあ、そういったことも含まれていると思います。こんなところにいたくない。マンチェスターの、ね、学校に行きたくないということなんですけれども、その妄想すればね、まあ、鬱屈したマンチェスターから出たいというメッセージにも、まあ、含まれているのかもしれません。しかしこのマンチェスター批判的な意味合いというのは初期の歌詞の中で登場するぐらいで、バンドはむしろロンドンよりもマンチェスターの方が、まあ、あのクリエイティブだと感じていたようですね。なので曲を作るときはマンチェスターまで戻ることも多かったようです。さてこれからは、まあ、過去にこのチャンネルでもレビューしたことがある作品が並びますので、ちょっとねライト目にご紹介するとします。まずはストーンローゼズですね。1989年のファーストアルバムザ・ストーンローゼズです。ストーンローゼズはもちろんマンチェスターでね結成され、そして結成そのものはね実は古くて、1980年にはねイアン・ブラウンとジョン・スクワイヤーがバンドを組むところから始まるんですね。1987年にシングルサリー・シナモンをリリースするんですけれども、まあ、このあたりから、まあ、ストーン・ローゼズのサウンドがですね、まあ、確立されてくるんですね。そのタイミングでベースにマニーが参加し、ここに来てこうストーン・ローゼズ最強のメンバーが揃うんですね。そしてバンドはシルバートーンレコードと契約をし、ファーストアルバムのレコーディングに取り掛かります。そうして生まれたのがこのファーストアルバム The Stone Roses ですね。アルバム全体のイメージとしてはその60年代のまあ甘いロックンロールの雰囲気であって、そのイアンの脱力的なボーカルとそのジョンの変幻自在なギターワークがですね、非常にこうサイケデリックなテイストを醸し出していました。そしてマニのベースとレニのそのドラムマシーンのように正確なドラミングはそのバンドの真骨頂ともいえるそのグルーヴ感を生み出して、そしてアルバム全体にそのダンサブルな要素と躍動感を与えています。80年代後半のその社会的にも鬱屈したイギリスの雰囲気をダンスグルーヴでぶちのめして、そして、きっと無意識的にね90年代のその UK ロックシーンのね根っこみたいなものを生み出したストーンローゼズというのは、まあ、地味ながらも語り継がれるべきバンドですよね。はい、お次はハッピーマンデーズです。1988年のセカンドアルバムバムドですね。ハッピーマンデーズといえば90年代初頭 そのマッドチェスタームーブメントのね、まあ、旗頭としてその旋風を巻き起こしました。
ボーカルのショーン・ライダーを中心に、まあ、幼なじみが集まって1980年にバンドは結成されます。1985年にファクトリーからデビュー EP 45EP をリリースします。もう一枚のシングルフリーキーダンシンをリリースし、そして1987年にはジョン・ケールがプロデュースしたファーストアルバムをリリースします。この前後からそのハウスミュージックとかレイブシーンの勃興に触れ、彼らのそのルーズなギターロックはよりファンキーで、そのさまざまな要素を取り込んだね、まあ、あの雑色性みたいなものを発揮するんですね。そしてこのセカンドアルバムバムドは、そのアシッドハウスのグループとそのインディ特有のギターロックを見事に融合させた傑作となります。ファーストアルバムで見せていた音の雑色性みたいなものは、そのより楽曲のクオリティとともにレベルアップをしていて、そしてよりダンサブルで、以降のその UK インディーロックサウンドにね、やっぱ大きな影響を与えるんですね。ちなみにこのアルバムのプロデューサーはマーティン・ハネットなんですけれども、あの、まあ、ジョイ・ディビジョンのクローサーとね、同じプロデューサーとは思えないですよね。ジェームスです。1988年のセカンドアルバムストリップマインですね。1982年にマンチェスターで結成されたバンドは、そのバンド名を変えていきながら地元のライブハウスでギグを重ねていくんですね。その後ティム・ブースが参加しメインボーカルとなって、その時期からジェームスを名乗るようになります。マンチェスターのクラブハシエンダでライブをした時にファクトリーのトニー・ウィルソンから声がかかって、とりあえず3曲入りの EP をファクトリーからリリースすることになりました。このファクトリーからリリースされた EP に収録された What's the World という曲がザ・スミスのライブでもね、カバーされたということで話題になって、そしてジェームスはザ・スミスの Meet His Mother ツアーのサポートアクトとして参加するんですね。このセカンドアルバムですけれども、全体的にはね、ファーストのその牧歌的なフォークアプローチっていうのが色濃く残っているんですけれども、透明感を感じるサウンドプロダクションっていうのはね、アルバム全体をこうちょっと少し洗練されたようなね、雰囲気になっています。ジェームスの初期傑作といえる Are You Ready? とか、ヤホーという楽曲では、そのソングライティングのクオリティっていうのが分かりますし、ハードエッジなギターとそのホーンセクションがエキサイティングなチャーリーダンスとかですね、そのあたりは後のこうマッドチェスタームーブメントのノリをイメージさせます。グループ名とかその音の雰囲気など、そのなかなかそのスミスフォロワー的な印象が拭えないジェームスだったんですけれども、その時代はザ・スミスロス的なね、タイミングでもありましたし、マッドチェスタームーブメントっていうのはもう少し先だったので、このセカンドアルバムはある意味こう UK ロックシーンの狭間でね、輝ききれなかった不遇の作品だったかもしれません。はい、ご紹介したいバンドはたくさんあるんですが、これで最後にしましょう。シンプリレッドですね。彼らのデビューアルバムピクチャーブックです。シンプリレッドも実はマンチェスター出身なんですよね。フランティックエレベーターズというバンドで活動していたミック・ハックネルを中心に1985年に結成されています。そしてシングルマネージトゥタイトがヒットして、一躍 UK のニューカマーとして期待を集めるんですね。軽快なソウルファンクナンバーである Come to my aid とか、ジャズを下敷きにしたサドウドレッド、それから、トーキングヘッズのカバーでね、名曲ですけれどもヘブンなんかですね、とにかくそのミックのハスキーなボーカルが生きた楽曲というのはものすごく魅力的でして、当時のこのソウルミュージックの盛り上がりみたいなものをね、感じさせるんですけれども、一方でジェリコとか、あとピクチャーブックのように、そのマンチェスターのそのどんよりとしたその曇り空を思わせるような、その独特の暗い雰囲気をも持ち合わせてるんですよね。そのせいかこのアルバム自体は、ちょっとね、過小評価されてる感じがするんですけれども、ソウルミュージックへの愛着と、それからマンチェスター独特の重たさみたいなものがブレンドされているあたりっていうのは、80年代のね、こうマンチェスターアルバムだなっていう感じを強く持ちます。はい、今回は取り上げていませんけれども、バズコックスとかマガジンとかね、ポストパンクレジェンドバンドもマンチェスター出身ですし、あとジョン・クーパー・クラークもですね、マンチェスター出身ですよね。マンチェスターに関する逸話で言えば、バズコックスのハワード・デボードがですね、ロンドンで吹き荒れていたパンクムーブメント
の中から、まあ、セックスピストルズをブッキングし、そしてマンチェスターでライブを企画したんですよね。そしてそのマンチェスターレッサーフリートレードホールでのピストルズのライブを見に来ていたのがファクトリーの総裁であるトニー・ウィルソン、それから以後 J ディビジョンやニューオーダーとなるバーナード・サムナーとか、あとそのピーター・フック、そしてイアン・カーティス、さらにモリッシーとか、ミック・ハックネルといった、今回ねご紹介したバンドのこうフロントマンが揃っていたんですよね。そしてそこからマンチェスターという街と音楽作品の関係が密になってくるんですよね。その流れは90年代に突入し、でクラブ人気と相まってマンチェスタームーブメントとして花が咲きます。90年代にその新しいアーティストが登場する一方で、ニューオーダーとかモリッシー、ジェームスといったそのベテランもコンスタントに作品をリリースしながら、まあ、新陳代謝が進むんですよね。その話で言えば、まだデビュー前のノエル・ギャラガーがそのデモテープをジョニー・マーにね、まあ、渡していたこととか、あとその以前はピート・タウンゼントが使用していて、後にジョニー・マーがねザ・スミスのパニックとかロンドンのレコーディングで使用したレスポールをノエルにね、プレゼントした話なんかっていうのも、なんかこうちょっとねマンチェスターのこうなんかこう脈々と続いているこう音楽魂みたいなのを感じて、非常に温かい話ですよね。そしてそのジョニー・マーからもらったギターで、最初に作った曲がオアシスの名曲リブフォーエバーなんですよね。そういう話を聞くと、ああマンチェスターってなんか童話みたいな街だなとか思ったりもするわけですよね。さていかがでしたか。今回はロック聖地巡礼として、マンチェスターが生んだ80年代の作品についてね、まあ、僕の持っているレコードコレクションの中からお話しさせていただきました。まあ分かっていたことですが、結構エネルギー使いますね。あのアーティストの数も多ければ、そのジョイディビジョンとかザ・スミスとかね、まあ、そこを取り上げるだけでも結構神経使うんですよね。他にも傑作名作は存在するんですが、まあ、今回はこれぐらいにしておきましょう。またこの聖地巡礼シリーズは、やっていくつもりなんですけれども、まあ、次くらいはなんかこうイギリスを出たいね、アメリカの国内だとか、まあ、ドイツなんかも面白いかもしれません。まあ、とにかくこう首都以外の都市で生まれた作品にこうフォーカスを当てたいなと思っていますので、また今後のね、展開にご期待ください。あと皆様からのね、この街はどうみたいな、まあ、おすすめも知りたいので、よかったらコメント欄で教えてください。今回の動画が面白かった、参考になったと感じてくださいましたら高評価、さらにはチャンネル登録までお願いしたいと思います。それでは次回の動画でお目にかかりましょう。さよなら。